構成線、構成線とは、構成間を航行する能力を有する宇宙船の総称で、構成間宇宙船とも言う。一口に、構成間を航行する方法といってもその方法は、様々である。有人宇宙船の場合は、太陽系に最も近い構成でさえ4光年余り離れている。以上、長期にわたる航行が必然であり、快適な居住スペースが必須である。 重力のないもしくは弱い環境下に人間が長時間置かれると生体機能に支障をきたすほか寿命の問題や精神衛生面の問題もありこれらの問題をクリアするためには現代の科学では実現不可能な高ハードルが複数存在している無人の構成艦宇宙船の場合は機械部品の摩耗や科学的電気的な劣化による時間的制約があるため 太陽系外縁部到達に数十年という現在の技術レベルでは低速に過ぎる。現在の物理学の制限を脱し、エネルギー保存則や運動量保存則、高速を破ることで蒸気の問題を解決する方法、超高速工法も想像されており、サイエンスフィクションの世界でよく使われる子があるが、これらは、 物語を因果率を超えて成立させるための無理であり、いずれも基地の物理学の領域外である。構成線には有人か無人かという分類と超高速か否かという分類がある。有人、無人の問題は構成線に大きな違いをもたらすが、無人の場合なら運行に致命的な支障となる機械的なトラブルも十分な技術力を持つクルーがいる。 有人構成線の場合であれば修復が可能でるため、フェイタルなものとはならない。しかし機械的な故障の問題は、基本設計的な部分の技術力によって克服されることが望ましく、現在の工学的な故障も将来的には克服される可能性もあるめ、ロボット工学の発達で自動で修理するような無人構成線が現れれば、低速で航行することが可能となる。 ここでは主に有人構成線を取り上げる。なお、無人構成線の可能性及び問題点に関しては、SF ながら、ジェームズ・ P ・ホーガンの、造物種、ライフメーカーの起きて冒頭の描写が、興味深い。限られた寿命を持つ人類を、それも重力がなければ、生理機能に悪影響を受けるという脆弱性を、そのままに、低速で航行する、有人構成線に乗せて、 宇宙を旅行させる場合に、最も大きな障害となるのは時間である。隣星のケンタウルスザアルファ星までは、地球の惑星軌道から直接太陽系外に、脱出することのできる、第三宇宙速度で772世紀少々かかる、ため用意に行き交うことは難しい。高速に限りなく地下や高速高校ですら数年の歳月を要することを考えれば、 その間クルーが快適に生活できる方法を考えなければ、厚生観航行は不可能である。人間を構成船に乗せて飛ばす場合、その人間の扱いに関して様々な方法がある。現在の科学で比較的実現へのハードルが低いとされているのは人体を冷凍し、限りなく無人構生船に近づけて打ち上げる方法である。この方法は透眠船とも呼ばれる。 これには、倫理的な問題も、去ることながら、安全性の確保に問題がある。たとえ冷凍したとしても、宇宙空間の素粒子や放射線は、無遠慮に宇宙船を貫通していき、衝突の際にはエネルギーを発生させる。この過程で凍結された人体は、部分解凍と再凍結を繰り返し、また衝突した時のエネルギーは、有機分子を変成させる可能性もあるため、 人体を構成する分子構造が破壊される危険性がある。生命活動を行っている状態なら少々の破壊は自己治癒するが凍結されている場合は破壊される一方であるためこの問題はより顕著となる。そのためできるだけ短い期間で目的地に到着させることで被爆量を減らすか何らかのシールドで凍結した人体を確実に保護する必要があるが 科学ロケットでは速度に問題があり、より技術的な進歩を待たなければならない。また凍結に至らず、一定温度に冷却しながら、人工的な冬眠状態イコール、コールドスリープによって、代謝量を極端に下げろうかを防ぎ寿命を延長しようというアプローチも存在する。ただしこちらは、人間の生存に必要な資源を必要最小限にしようというアプローチであり、 また、冬眠中は緩やかであるにせよ、退社を行っていることから無制限に寿命を延長できるわけでもないため、2010年代において短期間であれば実用化の目とも立っている技術とは、いえ、厚生観光校に適用するためには、より強力な推進機関の開発も必要となっている。断絶への航海や、遥かなる地球の歌、ビブリオテイクリブ等で言及されており、 方法論的には2種類が想定され、活動している人間がいない点が、冷凍方式と共通する。しかし、冬眠戦と同様の倫理上の問題、宇宙船外的素粒子による被爆問題以上に、有機化技術、凍結解除、受精後もしくは有機化再生後に使用する、教育用 AI の開発もしくは、遺伝子データを採取した人物のオリジナルの記憶を複製する技術。 宇宙船のアクシデントを自動対処する修復システムの構築など技術的に克服しなければならない問題が多い。凍結なら単世代で他の構成系へ移動可能となるわけだが、これとは別のアプローチとして種族として低速構成線に乗り込み、世代交代を繰り返しながら他の構成系に到達する方法がある。この方法は世代宇宙船とも呼ばれる。 SF 作品としては、ロバート・エーハインラインの SF 小説、宇宙の孤事に登場している。また、アイザック・アシモフのネメシスには、宇宙コロニーとして、すでに機能していた、宇宙国家そのもの多構成系に飛ばすというアイデアが、登場しているが、こちらは超高速広報で一世代未満にて架空の、太陽系近隣構成系に到達しているため、世代宇宙船ではない。これは、 高校期間にもよるが、到達時に目的を果たせるクルーが存在している。必要性から、近親交配に陥らずに種族を維持できるのに、十分な人数や、それらを教育できる機能、さらにはそれらの人員が生活できるだけの食料や、水、酸素を生産、消費可能なリサイクルを続けるために、循環する、生物的な環境が必須となる。また居住スペースは、 人体活動を維持できる十分な重力がある、必要がある。これらの必然性から、遠心力で、疑似的な重力を作るためにも、宇宙コロニー程度の居住スペースや食料、生産能力が必要にな、以下の諸問題が考えられる。遺伝子工学やサイボーグ技術の発展に伴い、SF にて用いられるようになったアプローチ。惑星内で生きることを前提とした人類をそのまま、 構成線で送り出すのではなく、遺伝子レベルでの人体改造や機械による身体機能の補助や強化を行い、宇宙環境での長期航海に適応した形にすることで、宇宙船に必要な要求スペックをいくらか下げることができるとされている。現状では、技術的ハードルが高く、倫理的問題もあり SF の域を出ない。 この種の話題を扱った先駆的な作品としては、幾世代にも及ぶ婚姻関係で長寿を獲得した、一族、長命種がそれ以外の人類、命種との対立を回避するために、構成線に乗り込む、メトセラノコラ、ロバート・エイ・ハインライン1941から1958、発表がある。仮に年単位で一 g の加速が可能な宇宙船が存在したならば、 その構成線の速度は SF では高速と言われる速度に達し目的地への到着時間を短縮できる。また相対論による時間の遅れにより船内の時間は遅く流れるので高速で100年かかる距離であっても船内時間で1年で目的地に到達することも理論上は可能である。しかし船外の時間は100年以上経っているため 出発地に残してきた家族や友人と生きて再会することはできない。加速を続ける方法に関しては、様々な可能性が示唆されている。宇宙空間には1立方メートルあたり数個程度の水素分子があり、これ以外にも様々なゴミや破片が存在するなど、完全な真空ではないため、空間中に散在している水素分子を主とする。 生管物質を強力な地によってかき集めて燃料推進剤にするというバサードラムジェット構成缶ラムジェットともが提唱されているラムジェットエンジンが空気との相対速度によって作動することになぞらえている理論上作動させられる速度までの加速に必要な燃料があれば作動原理上燃料は十分であるラムスクープと呼ばれる 収集用の磁場を発生させる枠は、水素分子だけを捉え質量の大きな微小天体は、素通りさせてしまうザルのようなものが想定されていて、宇宙船本体はザルの中心にぶら下がる構造となる。このシステムの問題は、生管物質を集めるための磁場の直径が惑星並みの大きさになること、ラムスクープを形成するためのエネルギー、そして磁場が、 船内の機器や人体に与える影響である。生管水素密度が見積もりより、はるかに薄く、1970年代には、現実的に不可能であることがわかっている。バサードラムジェットに関連した考えとして、加速と同規模のエネルギーを必要とする原則のため、同様に巨大な磁場を展開して、生管物質の抵抗を、宇宙船のブレーキとして利用しようというアイデアも、 提案されている。既存の天体の引力を利用して、船の運動を変化させる、スイングバイと呼ばれる方法を用いて、科学ロケットで得られるよりも、はるかに早く加速することが可能である。実際にこの方法を用いるためには、が、必要となる、俗に言う、テレポーテーションである。現代科学でも、物質ストリームによる、テレポーテーション現象は確認されている。 エンタングルメントという状態にある原子構造が未解明の相互作用によって片方の変化がもう片方に影響する現象であり人間がパッと消えてパッと現れるというものではなく原子レベルで同じ構造体が変化を同じくするという現象であるこの現象は生前のアルバート・アインシュタインが講師で確認しスプーキーお化けみたいだと評したとされる これを非常に莫大な確率の問題を解決していけば、やがては送受信関係にある転送装置間で原子レベルに分解、再構築することも可能になるかもしれないが、同じ方法で宇宙船を何もない、遥か先の天体近くで再構成させるのは、確実に原子の流れをコントロールできないことには無理だと考えられる。蒸気のような不確実な量子テレポーテーションが、 構成間高校に使用されるとは考えにくく、一方の空間を操作する方法に至っては、数学的モデル上では空間や異次元は存在するものの、物理現象として空間の歪みや穴を発見した事例はなく、これらを移動に利用できるかは未知数である。一般的に、ブラックホールとホワイトホールや、ワームホールは SF ファンにはおなじみだが、 ブラックホールは物質を吸い込む際に素粒子レベルまで分解してしまうし、数学モデル上で存在が指摘されているホワイトホールにおいて分解された素粒子が再構築されて吐き出されるとは考えられていない。ワームホールも同様である。このような工法では、時空間的な特異現象を利用するか、その特異現象を人工的に起こす必要があるが、 前者は、そのような現象が起きている場所まで到達しなければ、ならず、後者に至っては、天体が発生させるような超高エネルギーを必要と、する。現在、高星間航行を可能にする宇宙船の動力となる、高エネルギー源として、最も有望視されているのは、反物質である。加速器によって生成した反粒子を十分に、冷却した状態で反応させることによ、安定した、 半物質が生成できることが確認されており、これを安全に保存できるなら、将来的なエネルギー源として利用できる可能性がある。ただし、現代の技術水準では 1g の半物質を製造するには巨大な加速器を100億年にわたって稼働させる必要がある。ダイソン玉と呼ばれる構成を巨大な人工構造物で覆って、構成から発生するエネルギーを利用する。 超巨大な構造物のアイデアはあるが、これを利用して、恒星の発するエネルギーを、すべて、反物質作りに費やすなら、数年数十年程度で、恒星間航行に必要な動力が得られるという、計算がある。そこまで大掛かりな装置でなくとも、高天軌道上に直径750メートルほどの、大きな粒子加速器付きの人工惑星を20個、設置すれば、約20年ほどで、 構成観光行が可能になるのに十分な半物質20トンが蓄えられるという。現在の技術水準では直径750メートルの人工惑星200個を太陽の光点軌道に乗せることも非常に難しい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。